はいどうもおはようございます。11月29日、えー、今日は火曜日になります。今日の相場解説をお届けしますけども、時間は6時20分ですね。えー、昨日、バイでエントリーするということで、ここら辺でね、えー、皆さんにお示しした、まあこれオリグラフィーの皆さんだったかな、こういう風な動きで行くと思ったんで、えー、エントリーしたわけですよ。それでロスカットラインをこちらの方に設けました、えー。残念ながら結果的にはロスカットを食らっちゃったわけですけども、でもね、こういう風に見ることができるんですよ。 えとこちらの強い上昇トレンドがありますよねずっとここから上がってきたわけなんですけどもこれっていうのは結局結果だけ見るとここでエントリーしてバイに向かうっていった方向性は合っていたんですよねところがこれ結構皆さんも経験することだと思いますけども途中で一回こうえぐれてそして上昇すると結果的には自分の見立てっていうのは間違っていなかったんだけどもでも このね、えぐれがあることによってロスカットを受けたんで空ポジションのまま行っちゃったよってことなんですよじゃあど,れどうやってこれをね活用するかなんですけどもこれねチャートに貼り付ける方っていうのは一旦下に向かう流れが赤で書きまあ黄色で書きましょうか下に向かう流れがこう来た時に確かにここでロスカットを受けるんですよでもずーっと見ておける人って反転して上昇した時に今度はねここで再エントリーすることができるんですよね そうするともともとのエントリーしたポイントを抜けて今ここに玉がある状態なんで実はねだから時間の確保がちゃんとできてですねエントリーした後少なくともエントリーする前よりもエントリーした後にチャートをちょこちょこ見に来れるような環境を作れる人っていうのはあの含み損で1回ロスカットを食らっても結局同じポイントで回復することができるんですよね。 ですんで、エントリーが全然怖くなくなっちゃうんですよ。で、私の場合は <laughs>、ロスカットをらった後ね、ちょっと全然 <laughs> チャートを見てなくて、戻ってきたら、ああ、ああになっちゃったわけなんですけども、恥ずかしいことでございます。ただ、あの、私がね、これ、上昇トレンドに行くんではなかろうかと思ったものが、うん、ここで跳ね返って、上昇せずにですよ。下に下がっちゃったんですけども、まあ、でもね、あの、こういう風に振り返りができることによって、次に行けるってことになります。もっと詳しく行きましょうか。 このチャートの動きなんですけども、実際、レンジオプションを組むときは、一番高いところを上底で構えますよね。そして一番低いところを仮定として、仮定するわけなんですよ。こういうふうにね。そうするとかなり広いレンジオプションが取れる、うん、わけなんですけども、月曜日はこれでいいんですよ。月曜日はね。だんだんレンジが狭まってくるでしょ。例えば、上底が今度はここになるわけですよ。そうすると、範囲は、 昨日1日使ったことによってここに狭まってくるんですよねでさらに私が思うのはあのやっぱねここかちょっと待ってくださいねここかここにレンジの過程を設定できないかなってことですどういうことかっていうとこのもじゃもじゃしているところから横に伸ばしていくと今度はここにレンジの幅が決まるんですよねじゃあ一体これは何なのかっていうところが出てきますこれです これはだからイレギュラーで外に出たんだけども急速に内側に戻ってきたんでここはちょっと例外的に除外してですねこの範囲をレンジオプションにしようかなってことも別に正解ではあるんですよでもうちょっとシビアに管理できる人はここにしてもいいですよねそうすると今度はレンジオプションの範囲がここに狭まってくるってことなんでどんどん絞れてくるのが月曜日の見方ですねだから一番、あのー、やんなくちゃいけないのはこの広いレンジが設定できますかってことが まだ、ね、あのー、チャートの見方テクニカルで分析できない人に問われていること第一歩なんですよ第二歩はここですよねで第三歩がここそれぞれのレベルに応じて受け取れるリスク変わってくるでしょで一番シビアなこのラインっていうのは、まあ、上級者の中でも上級者がやるべきことかなと思いますよねで上下のピップスっていうのはこれで1円の幅になるわけですよここまで絞り込めたらレンジオプションこのレンジオプションとアウトブレイクは強いってことになります で同時にアウトブレイクの時の、うん、ラインもこうやって設けられるでしょはいそれではね、えー、昨日の振り返りはこのぐらいにしまして今日の冷やしから見ていこうかと思います、えー、冷やしを見ていった時に私が思ったのはこれがまたねもう一本陽線で確定すればこれが上にいくのになってことだったんですけども下火を出したとはいえこれ陰線で終わってますので 上に行くっていう流れはもうちょっとね、えー、だんだんと勢いをトーンダウンさせないといけないかなって時ですよね下ひが出てるいえどもこれは結局陰線の方に触れましたんでこの戻り売りで下っていうふうな流れの方が今度確実性を生むんですよでここをねレジサポラインの転換にしますからねで冷やしなんで1日ごとに見ていく少なくとも1週間で振り返らなければ見えてこないところですけども現時点での途中経過1日過ぎた後ではこういうふうになってます じゃあ4時間でちょっと分析してみましょう。4時間で言えることっていうのは、おそらくですけども、ま、いろいろ言いますけど、ここがちょっと底堅いんで、ここを突き破ってね、ヒゲで急速に巻き戻されるんではなくって、ここを抜けていくっていうのは相当容易なことではないかなと思うんですよ。となると上にも行かない、下にも行かない。どうなるかっていうと、レンジになっていくっていうことがわかるでしょう。はい、それで1時間に戻ってくるわけですよ。 レンジになる可能性が高い時に、あなたのレンジの設定はどの範囲ですかっていうふうに、ちょっと問いただしていきます。一番簡単なレンジ設定はここです。簡単なんだけども、今度大きすぎてね、利益が取りにくいっていう、そんなデメリットがあります。じゃあ2点目のレンジ、どのように判断しますか ?2 点目はここと言ってもいいですよね。だから上手をちょっと下げるような感じです。これで対応してもいいと思います。で、ちょっと高度になりますけども、第3段下面は私はね、考えていきたいと思います。というのが、 このもじゃもじゃのところを起点としてでここを使うってことですよねつまりはこういうふうなレンジでどうかなっていうふうに私は火曜日を見ていきます昨日もロスカットを食らいましたからその失敗をね糧にしてここのレンジで攻めていこうかなと価格上をね139の340、まあ、とりあえずのこうやって切り板で見ていくわけになります138円の120、ね、このレンジで今日は勝負していこうと思いますけどねこことここで だから、もうちょっと、この、値動きが上昇するようでしたら、反転狙いのセルエントリーか、ブレイクアウト狙いで行くわけなんですけども、ブレイクアウトの場合は、ここですね。ここを、ポイントとして見ていきます。ここを抜けたら、もうブレイクアウトと思っていいかなってことですよね。はい、じゃあ本日は以上です。お疲れ様です。また追加します。